えっと、それでは時間となりましたので、学術俯瞰講義第5回目の講義を、あの、始めさせていただきます。今日の、あの。講義はですね、文学部思想文化学科の小島剛先生がご担当になります。で、あの、小島先生なんですけれども。えー、専門は中国思想史。で、中でも、そから、し にに至る時期の授業をご専攻ならられれておす。でこれまで朱子学の形成と展開の過程を、まあ、哲学史に限定するのではなく当時の政治文化の文脈から再検討する作業を、まあ、意欲的にお勧めになられてこられましたで具体的には霊教秩序の構築に向けて当時の人々がどのような思考を展開したのか その自然観や教育思想を対象とする分析あるいは考察を進められてきましたまた最近は知識を伝達するメディアとしての書物の役割と絡めながら学術視聴の変質を文明論的に検討されておられますであのご調書は本当に多いです でそれをあの拝見してるとご専門の中国、例えば中国近世における例の言説というのもございますけれども例えば、えー、義経の東アジアとかそれから足利義満、消された日本国王織田信長、最後の茶会ということで。 あの本当にこの先生のご専門は一体どこにあるんだろうかということがあのちょっとあなな何がご専門だったっけっていうのをこう思わずあの思うような本当にあの幅広いあの研究活動をされておられますで今日はそのうち先生の幅広い研究活動のうちの一部分である東アジア海域の文化交流と、えー、ネーハ・ニン法という題でご講義いただきます。 で今日は海から見た世界の第2回目になります。この間の海上保安庁の元長官の方のまあ、現場から見た海なんですけど、今度はやや歴史から見た海ということであのご講演の方をお願いしたいとご講義の方をお願いいたします。それでは先生よろしくお願いいたします。え皆さんこんにちは。 今紹介していただいた小島といいます普段文学部の方で本郷の方で授業をしておりますであのこの学術俯瞰講義「その海から」ということでお誘いをいただいて私お話をすることになりましたでこれはあの今日のタイトルそうなんですけれども、まあ、私一人の研究ではなくてですね数年前に えー、多くの研究者、まあ、100人以上だったんですが100人以上の研究者が加わった共同研究を行いましてまあ、その共同研究によって明らかになってきた点を盛り込みながら、えー、お話をしようと思います時代的にはうんと昔の話になります前回以上に、えー、現代的なお話があったように聞いておりますが今日の私の話は昔の話ですただ 昔のことだからといって私たち今21世紀に生きている私たちと関係がないわけではないのです。えー、私たちが普段ある種自然なことに感じている日本って昔からこういう国だ昔からね日本ってこういう国だよねっていうふうに思っているその日本というのが歴史的に作られてきた過程プロセスですね。と 今日の私の話は深く関わっています、まあ、私たちの共同研究自体がそういうことを目指して行われてきたものですので、まあ、その辺のところをうまく、えー、今日の、えー、授業の中で皆さんにお伝えできればなと思っておりますで、えー。配布資料といっても非常に簡単なものですが、えー、3ページ分ありますね。でそのの出だししところにに書きましたように えー、私の話は日本史上の中世と呼ばれる時期、ほぼ中世、まあ、近世の初めの話まで今日若干ありますけれども、基本的には中世と日本史の上で呼ばれている時期、この時期の海域交流、これは、まあ、前から言う言葉ではありますが、まあ、私たちのこの共同研究で特に使った言葉です。海域交流、つまり海、海の周辺にあった、まあ、地域というと陸のほうになっちゃうんですけど、えー、海、 に接していいる陸地って言いますかね人間は基本的に陸上生活をしていますからその地域での交流というのがこの日本で伝統文化と言われているもの、まあ、今でも、えー、今でも受け継がれているようなその伝統文化を生み出したんだということをお話ししていきます。で、えー、とパワーポイントも併用しながらお話ししますが1年生で センター入試日本史選択した人あこんなにいないですね見覚えありますね四、えー、ヶ月前になりますかね、えー、この問題、えー、今手を挙げた人は試験会場で解いたはずですえっ、ー、とこの日本史の問題日本史を取ってない人のためにちょっと若干解説をしますと、えー、このセンター入試の日本史の第一問のはここのところ数年ですね二人の対話形式 これはもちろん問題を作った人の創作対話なんでしょうけれどもでその中に河川部を引いたり、えー、穴を開けたりして日本史の問題を作るという形になっております。で今年1月に実施されましたこの日本史の問題、えー、第1問、まあ、AB とあるんですがその B のところ、えーそうですね、ちょっと後の方がきくつくなってしまうかもしれませんがちょっと読み上げますねセリフ 友達の住んでいた団地にはたくさんの日系ブラジル人が住んでいたよね。日本町ってあの団地や横浜の中華街みたいだったのかな女女性性だかかららもうちょっと女性らしくなななきゃいけないけのかな中華街といえば江戸時代の長崎には中国人が住む東人屋敷があったと教わったわ中世にも人の往来は盛んだったよ。例えば鎌倉の禅宗寺院などは中国語が飛び交っていたと言われている。 南相や元の相がえし北条氏のがし氏を受けて,滞在していた何とかとかまあ何とかって誰それとか無学素言ねそうだよさらに時代を遡ると平安中高期の何とかどこそこには宋の商人が来航して交易に携わっていたんだよそうなの894年に遣唐使が廃止されて日本は国風文化の時代になったと教わったけど。 平安京跡からは中国各地で作られた陶磁器が出土しているし「源氏物語」には中国をはじめとする外国からの舶来品が空物として出てくるよ。ちょっと意外だな遣隋使や遣唐使が中国の文化や技術をもたらしたことは知っていたけど遣隋使や遣唐使だけではないよ。朝鮮半島との交流も忘れてはいけないし東アジアの動乱を逃れて移住した人々もいたんだ。 日本列島の歴史の中には海を越えたさまざまな人の往来があったのね、まあ、こういう問題がセンター入試の試の験として出たわけですで、えーまあ、この途中で登場人物のセリフにもあるようにというか私,が私自身が高等学校で日本史を教わった時には,はっきりそう教わったんですが894年に遣唐使が廃止された以後日本では日本独自の文化 いわゆる国風文化が盛んになり「源氏物語」とか「枕草子」といわゆるかな文学が生まれたりしたんだと教わりました。これだんだんあの日本史の教科書変わってきてます。えー、まあ皆さんも教わってるかもしれない駒場キャンパスの先生も日本史の教科書に関わっておられる先生おられます。まあ、そうしたことで 新しい研究動向ががどどんんん盛り込まれてきてきるんですがおそらくこの問題を出題した人は一般的な認識としてはまだ検討士が廃止されると日本は国風文化の時代になったと思われていることに対してそうでもないんだよということを改めて受験生の皆さんに示そうということだったかと思います。 で問題としては、まあ、この河川部についての取材もあるんですが、えー、ちょっと下の方が私の不手際で切れちゃったんですが政党選択肢はここにあるからいいかと思ってあのその空欄のところですね。 あと「い」に入,れ入る語句の組み合わせとして正しいものを選びなさいってまあこれセンター入試を受けた皆さんご存知でしょうけどあの2つずつの言葉をこう組み合わせで4通り作るっていう 2×2 で4通り作って1から4から選びなさいっていうセンター試験の定番でありますがえーだからまあここには1と2しか上がってないんで34があるんですけどもだから「あ」の方の正解の方がここに上がってるんですけど「あ」のところに入るのが。 ケイ・流とちょっと皆さん後ろの方の人は見にくいかもしれないけど日本史の教科書にも載ってますしああそういえば聞いたことあるなと思うかもしれませんね思う人が多いでしょうね。で「い」のところが「博多か堺か」ってなってんですが平安時代の中高期の「い」にはですからまだ堺という港はえまあ港としてはそれはあったのかもしれませんけど海外交易では 表舞台に出てきていないので、博多が入る。つまり、組み合わせとして丸1が正しいというそういう問題です。ま、lan ケー流はこの後の私の話の中では今日は登場しませんが、まあ、博多は覚えておいてください。で、実はこれはまあ今年の試験なんですけど、まあ私の記憶する限り、この10年ほど過去10年ほどの間にですね、えー、この手の問題。 というのが、えー、まあ、何回も出てきております、えー。で、今日の話の主題になります仁法と今、まあ、ランケド旅行に出てくる仁宝、えー、という町が出てくる出題もございます。これは一昨年平成25年度の大学入試センター試験ですから、えー、おそらくここにいられる多くの方々が日本史で受験勉強するときに過去問として えー、予備校などで教わったえー、扱ったものではないかと思いますが、まあこの問い5も面白い問題ではあるんですけども、関係があるのは問い6の方ですね。これはあの第3問ですので、あの中世の日本史の中世の部分からの出題です。問い6下の方ですね。河川部に関連して、中世における日本と中国との交流に関して述べた。次の中でふ次のものを古いものから年代順に正しく配列したものを。 え次の下の1から6のうちから1つ選べということで、えー、その書かれていることを読み上げますと1中国から渡来した蘭慶同流だからあの今年のねさっきのあのところのクーラに入ってた入るべき人ですねおととしも名前出てきてるんですね中国から渡来した蘭慶同流が北条時頼の帰依を得て建長寺を開いた2中国から帰国した永彩がまあ妖彩とも読みますが 栄西が禅宗の一派である臨済宗を伝えた3。大内市の使わした施設と細川市の使わした施設とが中国の忍法で衝突した。で私ももうかした忍法って読んじゃうんですけどもあの先ほど、えー、紹介していただいた時に「ネイ波」忍法と二通りの読み方をしていただきましたが日本語の音読みで読めばこれネイハ、ね「寧波」ね今日の私のタイトルのこの町は。 しししかか日本では古くから忍法と呼び習わていまさに中国語の発音でこの町を読むんですがこれはえこの町がこれから紹介していくように日本と深く関わっていて日本人が多くが訪れていてだからこそ現地の人たちがその町を読んでいるその町の名前の呼び方がまあ日本に早くから入ってきたのかなと思っております。 でさてこの「といろく」を特にどういうふうに解くか蘭、えーまあ、家道流でパッとわかる人はわかるんでしょうけど、まあ、北条時頼という名前を見てあ鎌倉時代の半ばの執権だなと鎌倉時代の半ばのことだな2は永祭ですからね永祭臨済宗禅宗を日本に伝えたあこれは鎌倉時代の初めだな。で 3はこれから説明しますがえ時代が下って室町時代まあもうちょっといえば戦国時代にも入ってる時期のことですから、えー、そうしますと順番としては213になるわけでしょうね。っていうまあ過去問であそういえば解いたなという人も、えー、何人かいるかもしれません、まあこのように、あのー、大学入試センター試験の、まあ、私配布資料ので常連ってちょっと変な表現使いましたけど、えー、よく出てくるのです。 よよ。くくく出出ててるるのののでですすが、この忍法日本史の問題に出てくるんですよあるいはさっきの今年のセンター入試についてもあ,れはあそこには民法という町の名前は登場してませんけれども日本史の問題としてああの日本史の問題だから当たり前って当たり前ですが、えー、894年の遣唐使廃止以後も海外と日本との交流は盛んだったんだよということが紹介されている これはまあもちろんこういう入手問題って、ね、まあ皆さんに向かって言うことになると思いますが、あの教科書に沿って作られてるんで、つま教科書に載っているということです。さてでその仁坊、えー、今の問題に出てきました仁法のなこれはまあ配布資料のほうにも同じものがありますが、えー、どんなものかと言いますと、えー、西暦1523年に起きた事件です。まあ仁坊って。 中国の町なんですけど、これは日本人同士の、まあ、中国人も若干そこに絡んで言いますけれども、日本人同士の争い、騒乱事件です。で、この背景として、えー、日本は15世紀の初め、つまりこの忍法の乱より100年ちょっと前から、えー、明、当時の中国の地は民。 この民も民、えー、っていうのが、まあ、今の中国の発音で民と呼ぶこと自体が、まあ、ある種特殊ですよねこれ以前の王朝は唐とか宋とか日本語のいわゆる音読みで読むわけですけど元もそうですよね民それから信、まあ心は今の発音だと「チンですけどももともとの中国の発音に近いもの「しというふうに民とか「しって呼ぶのも、まあ、ある種そういう現象っていうのかな現地音で。 中国の国のの名前を呼ぶっていうことががあるわけです私のところにあの文学部の大学院の方に中国から留学生がよく来ますけども彼らはどうしてもやっぱりこの王朝名としてのこの字を日本語を覚えたがゆえに「明って読むんですよね。でその度に私「いや日本でもこれ「民」って言うんだよっていううに訂正するんですがまあ別に名でもいいんですけどね明でも名でもいいんですが日本ではこの中国の王朝のことを「民」と、まあ、現地音を移した形で読んでいるわけです。 まあその明という王朝に朝貢施設団を派遣していました朝貢施設団朝貢です貢ぎ物を持ってお伺いに行くという施設です、えー、まあ今の現代社会においては 国家同士の関係は形式上対等であるべきだという理念が貫かれています、まあ、近代のヨーロッパにおいて生まれたそういう考え方が今全世界広がってて、まあ、日本も中国ももちろんそれに従っていますしかしかつて東アジアにおいては現在とは違う国際関係のあり方がありましたでこれは中国 において中国に皇帝という人がいるわけですがこの皇帝が理念的には全世,界の全世界を統治すべき君主であるという考え方があってだから皇帝のところに来る外国の施設というのは対等な国というよりはその皇帝陛下に対して貢ぎ物を持ってくるんだという考え方ですねもちろんそれで全て現実が仕切れるわけではないので例外もさまざまありますけれども まあ今日いらっしゃる古田先生のご専門のベトナムなどは非常に巧みに立ち回っていたように古田先生の本から私は勉強させていただきましたがまあでもあのベトナムも民や清に長候しているんですねだこれは必ずしも屈辱的なことではなく当時の国際関係のあり方としてまあある種一つの形式であったわけですでえこの15世紀初めというのは日本においてまあ室町時代になっているわけで えー、日本の政府はもちろん天皇はいましたけれども対外的に日本を代表しているのは幕府と呼ばれるものですね幕府という用語は後世の学術用語ですがでその、えー、政治権力の中心の方がまが、あ、次の行に出てきますけど応仁の乱以降室町殿の権威権力が衰えるだから当時の言葉として室町殿と呼ばれている人、まあ、我々が足利将軍とか室町幕府の将軍というふうに歴史で教わる人のことです。 えー、この人が対外的に日本を代表してそのまあ見返りというのもないですけどその兆候ですからそ,のそれに対して中国の皇帝がしかるべく職を与えるわけで、えー、先ほど紹介していただいた私の一般向けの本に。 足利義満消された日本国王というのがあるんですが足利義満という、まあ、室町幕府第3代の将軍とされる人は明、えー、の皇帝から日本国王にされているわけですね。まあ、これもここの日本史の教科書に書いてはあることです。でところがその室町幕府、まあ、室町殿の権威というのが15世紀半ばというか15世紀後半の応仁の乱に衰えていきます。そうしますと室町殿 の下にいました大名である大名たちがそれぞれ自力をつけてくるわけですねいわゆる戦国時代ですよねでその中でも特に細川氏と大内氏という有力大名がそれぞれ独自に民に対して施設団を派遣します表向きはというか彼の形式的には室町殿が 私たちを派遣したんですよという施設団なんですがもうその時点で室町殿足利将軍が直接携わっているのではなく実質的には彼らがそれぞれ独自に、まあ、時には協力し合ってなのですけれどもねしかしこの1523年の時には細川氏が派遣した県民選と大内氏が派遣した県民選が別々に忍法についてしまった。 なぜ民法に着いたかというと後で見ますが、民法という町が、えー、中国の側から、民の側から日本の使節団が来るべき町、港として指定されていたからですけどだから偶然ではないわけですが、ただ両方が派遣したそれぞれ室町殿の使節団と名乗る日本国王の使節団と名乗る船団が民法で鉢合わせをします。と受け入れる民の側としては本物偽物を 区別しないといとけないわけですね日本国王から別々に2つの使節団が来たというのは変な話になりますのでそこでそのどちらが本物かということを現地でこの細川氏側の船団の人たちと大内氏側の船団の人たちが争って武力抗争して忍法の町の一部を焼き払うと大騒動になったというのがまあ日本史の上でとか教科書上忍法の乱と呼ばれている事件であります。だから 日本史の教科書に載ってるし、えー、日本史の先端入試の問題にも出てるっいわけですね。でさてその忍法というのはどこにあるのか、えー、この京都の長岡教師というところがこの忍法と姉妹都市らしくてまあ長岡教師っていうのは京都府の,あの京都市の南西にあるんでまあ大体この地図上で示されている長岡教師の位置が平安京すなわち京都だと思っていただいて構わないと思います。 えー、忍法の乱の頃東京なんていうのは江戸っていうのはまだまだ草深い田舎ですね太田道館とかがいたぐらいの時代ですからで忍法というのが丸印をしてありますように、えー、現在の上海の南にあります、まあ、上海という町も、えー、この頃にはまだまだ小さな、えー、漁村でありまして、えー、忍法の方がはるかに大きい町だったんですが。 まあこれはもちろん現在の地図ですから中岡教師が姉妹都市になっている忍法ってどこにあるのかというのを示すための地図ですから北京とか上海が入っているわけですけれども、えー、忍法というのはこういうところにあります。で、えーまあ、この地図見てもらっても分かりますように、えー、九州から船に乗って中国大陸に行くと、まあ、到着するところですよね。 えーまあ、ここにはいろいろな政治的なこと自然現状のこといろんなことが要因がありますけれどもとにかくこの忍法という町、まあ、この町の名前が昔は違ったってなってちょっと言いますけどこの現在忍法と呼ばれている町少なくとも16世紀忍法の乱の頃にはもう忍法と呼ばれていた町港は、えー、日本との行き来をする際の中国側の唯一の港でした。 でそこで私たちある共同研究を思いついたわけです。忍法という町はもちろん中国の町だから中国の研究者も忍法について研究できるそれから日本の古い時代の研究をする人たちいわゆる日本史の人ももちろんですけれども美術史とか文学とか、えーまあ、仏教学とかですね。 さまざまなジャンルの日本について研究する人たちもその忍法には関心を持っているというか研究対象になっているそこでじゃあ忍法を研究する共同研究をしかも日本人を中心に日本の立場からやってみようという共同研究をしましたでこの共同研究は、えー、もう5年ほど前に終わったのですが、まあ、その成果を、えー、何らかの形でというかあの 本にして出そうということでいわゆる学術論文集とは別に、えー、シリーズものとして東京大学出版会に出していただけませんかとお願いをして出していただきましたあの古田先生は現在出版会の理事長でいらっしゃいますが、えー、ありがとうございましたそして、えー、シリーズ6冊本の「東アジア海域にこぎ出す」というのを、えー、おととしから昨年にかけて2013年から14年にかけて 観光いたし,ましたであのー、左上から右下にかけて123456なんですけど、まあ、海から見た歴史これが第1巻ですねそれから2巻目が文化都市忍法、まあ、これちょっと後でまた詳しく説明します。 第3巻が「暮らしがつなぐ忍法と日本」まあ、これも後で説明しますつまりこの2つの巻6巻あるうちの2つの札に表題として「忍法」という町の名前が入っています下の段に行きまして一番左側「えー、東アジアの中の五山文化」ですけど五山文化っていう言葉は初めて聞くんじゃないですかね皆さんはね あの現在まだ残念ながら教科書ではこういう用語を使っておりません、まあ、これもあとで少し説明しますが、えー、室町時代、まあ、鎌倉時代から始まるんですけど、まあ、鎌倉時代後半から特に室町時代の、えー、日本の禅宗の寺院より限定すれば臨済宗の寺院曹洞宗も入れてもいいんですけど禅宗のお寺を中心に。 そっから広まってっててい花開いた文化ですでこの禅宗寺院臨済宗の寺院の中で特に有名,有名なというか重要なお寺を室町幕府は五山五つのお寺というふうに指定してただこれ京都に6つ鎌倉に5つ合わせると11になってしまうんですがだその五山というふうに呼びまして、まあ、これ中国から借りた言葉ですね中国にも五山というのがあってそれの模倣なんですが。 えー、そういう室町時代の文化なんだけどそれは、えー、鎌倉時代室町時代の今日お話をしているこの、えー、海域交流の中で新しく日本に入ってきたものを日本で受容し独自の展開を遂げさせたものなんだよという趣旨の感です。で、えー、その横下の段の真ん中。 訓読から見直す東アチア訓読。これは国語ただあのー、皆さんも国語の,あの入試対策としてさ漢文の勉強を高校生の頃一生懸命やってきたと思いますがこんなこと言うと身も蓋もないんですがあの訓読の仕方というのは、平安時代の訓読の仕方とは違うんです。 平安時代に菅原道真とか紫式部とかまあ紫式部はよくこう中国の本が読めたっていうふうに伝記として伝わってるんですけどね女性でありますけど紫式部とかが漢文を訓読した時の訓読の仕方は今私たちが漢文の授業で教わるあの訓読の仕方と違うんですまあ今日はこの話には入りませんけれどまあ興味があったらこの本パラパラ見てみてくださいつまりこの訓読の仕方も新しい この日本史上の中世における交流のまあ影響を受けてこれで訓読が変わるのはもっと新しくて18世紀になってからだということになってますけどもだから日本史上近世になってからなんですがとにかく平安時代のものとは違う訓読の仕方が行われるようになったあるいは訓読っていうのは日本独自の現象ではなくってえ韓国とかあるいはベトナムなどにも まあ、広い意味での訓読にあたるようなことを昔やってたんだよっていうようなことが書かれている感です。そして最後の右下の「海が育む日本文化」まあこれは今のほうが当たり前のことですが日本っていうのはやはり海に囲まれていて海によって日本っていう日本というかこの列島というものの人間の生活っていうのは成り立ってるわけですが。 それをさまざまな点から扱ったとうそういう全6巻のシリーズを東,東大出版会から出していただきました。でさてその第2巻「えー、文化都市忍法」というタイトルをつけたのです。でこのの目次ににつきましては今日の配布資料にも えー、そのまんまちょっとすません業,業界のところがうまくいかなくて変な形になっちゃってますけども、まあ、ずらずらずらっとこの目次に上がってるもの目次に上がってるものというかより厳密には東大出版会のホームページに上がってるものを、えー、載せておきましたけれども、あのー、忍法というのはこれもこういう言い方すると変な言い方になりますが中国史の上でそれほど重要な町ではありません。 洛陽とかね、長安今の西安安ですね、長安とかね、長とかあるいは南京とか北京といったそうそうたる、えー、町に比べると忍法というのは中国史の文脈の中ではそんなに重要性がある町ではありませんまあこれもだからこそなんでしょうあの世界史の教科書の方で忍法が大きく扱われることはないんですよね。 日本史の教科書には忍法の欄が出てくるわけですけどしかし、えーまあ、当,時の当時のというのは今日お話をしている日本史上における中世にあたる時期鎌倉時代室町時代にあたる時期の、えー、中国の忍法ですけれども、えー、当時の中国は、まあ、どこでもそうだったんですがあの各地に文化が栄えそれぞれのところに、えー、本を読む人たちがいるそして本を作る本を書く人たちがいる。 まあそのの意味ででは文化都市の一つです。だからこの文化都市忍法というのは中国を代表する文化都市という意味ではなくて、まあ、中国に当時他にもたくさんあったそうした文化的な都市の一つの事例としてこの忍法を取り上げましょうねという趣旨で作りましたただ忍法の特性として日本との関係が深いために えー、日本に伝わってきた民放、まあ、でもともと忍法のものだったんだけど日本に伝わってきたおかげで、えー、現在私たちが資料材料として扱うことができるものもあったりするその意味ではあの他の中国の町とは違いやはり忍法は得意な点があるんですね、まあ、だからこそ私たちはそういう共同研究ができたんですけどでこの中で、あのー、前の画像上 ここだけ赤い文字にしましたけどあのコラムだ本文からちょっと外れたところのコラムとして江戸文化と朱春水というのをえれておきました、えー、朱春水、まあ、中国の人ですが日本にやってきた人です、まあ、あまり有名ではないので皆さんご存じないかもしれませんがぜひ本郷本郷の方においでになる機会があったらここに行ってみてください、えー、これは農学部の 門が、えー、本郷通りに面してありますがその門を入ってすぐ左にある ただ、これからお話しする事情によって、ちょっとここから場所を移転するらしいんで、今のところまだ農学部の門を入ってすぐ左、南北線の東大前駅で降りまして、そんな細かいこと言ってませんでしたね、すぐに見えてくるのが農学部の門ですが、だからそのもし本郷の,その本体のってかな文学部とか法学部とかえ工学部がある、そっちの方へ行くために本郷通りをまっすぐ行くんじゃなく、ちょっと時間の余裕があったら農学部の門入って、ちょっと見てみてください。こういうい日があります 朱舜水先生終焉の地ですね。えー、シュ,シュというのは中国生まれの中国育ちの人なんですけれども先ほどの,あの明です、ね、明るいとか明という国王朝が次の清によって滅ぼされます。えー、その時に清、えー、に抵抗して明をもう一回復活させようという、まあ、運動。 まちょょっっと気取った言い方としてはレジススタンス運動になるんでしょうかねそ抵抗運動に携わった人で、まあ、最終的にはというかもうその秦が中国軍事的に掌握してしまって、えー、中国本土にはいられなくなって日本に渡ってきた最初は九州にいたんですがやがて江戸に呼ばれます、えー、呼んだのが徳川光国有名な水戸黄門ですねで あの本郷というのは本郷キャンパスの,あの広いところは旧加賀藩前田家の屋敷なんですけど今農学部があるところはえ水戸藩のお屋敷ですまあ水戸藩の屋敷っていうと後楽園の方が有名ですがえそれに次ぐ屋敷としてえ駒込屋敷って言われてた。 ところに今の農学部がありまもと、まあ、元々はご存知かと思いますけど一校があそこにあってある時期こちらにあった農学部と場所を取り替えをしてだから今教養学部はこちら駒場にあってとっていうことですよね。うん、であの徳川光圀朱春水を呼びましてその駒込屋敷で生活させていて彼はここで亡くなった。でこの朱春水という人今で言えば 忍法で生まれ育った人ですで今で言えばっていう変な微妙な言い方をしたのは昔の思春水がいた頃の,あの行政区画って言いますかね、まあ、県,県境あの府県境でいうと忍法じゃないお隣のなんですけれどもあの今は忍法市に入っているところに思春水の暮らしてたところがあるんで現在の基準では忍法の人ってことになりますよね。彼は やはり日本のことをこ若い頃から知っていてそうした秦への抵抗運動のためらベトナムの方にまで出かけ,出かけていったりしている人ですけれども最終的には日本に渡ってきて余生を過ごしましたあの徳川光圀をはじめとした多くの人たちに中国の学術を教授した教えたとされています。 でさっきこの日がちょっと映るかもしれないという話を耳にしたという話をしましたがというのはです、ね、最近この日のあるすぐ隣にこういうものができたからです。えー、これ知ってますかねあの今年の3月に、えー、出来上がったばかりなんですけどあのチ公といえば渋谷なんですが、まあ、駒場に通っている皆さんにとってはその方がもちろんなじみでしょうけど、まあ、わ私の学生時代からありましたからね八チ前で待ち合わせる。昔携帯電話がありませんので ハチ公のところで待ち合わせるといってもほんの数メートル違うと人がいっぱいいてわからないのでハチ公の尻尾の先5メートルとかですね、えー、頭の先1歩3メートルとかですねそういうふうに限定して昔は集合したものですがもう皆さん携帯スマホを持っている皆さんにとっては、えー、本当に昔の年寄りが何言ってるんだの,の話かもしれませんが、えー、とにかくハチ公というのはも渋谷のハチ公広場に,ある広場にあのいるわけですけれども。 えー、もともとは農学部の先生が飼ってた犬で、えー、渋谷の駅で死んでたっていうそういう伝えがあるわけですね。であのこの農学部にいらした上野英三郎先生とのこれだから飼い主と飼い犬が80年ぶりに再会したっていうふれ込みで寄付金を募って。 あの私の同僚の哲学の先生なんかが中心になってこの像を最近作り上げました,ただこの写真には写っておりますがこの写真の左側に先ほどの「朱春水の日」がございます、まあ、これは全くの余談ですさて、えー、でもう一つの方第3巻の方先ほどのシリーズの話に戻りますがえ「暮らしがつなぐ忍法と日本」というタイトルにしました。で えー、見にく,くてごめんなさい、あのこれ、手元の後ろにもありますけど、えー、第1部、水の世界、忍法の環境と社会、水郷忍法の生活、港町忍法の人々で、第2部、歩いて実感する石膏の生活文化、石膏っていうのは、忍法を含むこの地域の名称です、現在中国は何省何省という言い方で、現在の中国でも呼んでますが、浙江省。 はだからこれはまあ忍法及び忍法周辺の生活文化ということですが1お茶のふるさとを求めてまあお茶が中国から伝わってきたというのは皆さんご存じだと思いますそれこそ先ほどセンター試験の問題で出てた永祭なんかが。 それに深く関わってたっててたいいうのもご存知かと思いますが、まあ、それよりもっと前から入ってきてはいるんですけど本格的に日本でお茶を飲む習慣が広まったのは英才以降でありさっき言ったように禅のお寺の中でありまあ永自身禅宗のお坊さんですからねだからさっき私が出したというかこのシリーズの第4巻のタイトルとしてお見せした「五山文化」の中でお茶を飲むっていう慣習が日本に 広まるわけですけれど、で、ただ、お茶の木の原産地は中国の南西部の方。まあ、現在のっていうべきですかね。現在の中華人民共和国の南西部のあたりだとされています。忍法ではありません。しかし、これ、私たちの共同研究に、そういう植物学の方もいて、あの、ディーかな。まあ、そういう遺伝子の、情報を分析して、私には、私のデータを見てもよくわからないですが、正直言って。 えー、日本のお茶というのは忍法あるいはこの石膏だったりす、ね、この辺りの茶樹が元になってるということをその意味では文献的にはね、あのー、この石こに出かけてった英才だとかその他のお坊さんたちが向こうから持ってきたんだからまあそれは石膏のお茶でしょうっていうふうになんとなく推測がつくわけですが、まあ、実際にそういう分析してみても、えー、日本のお茶っていうのは えー、石膏の茶であって福建省のいわゆるウーロン茶とか雲南省のいわゆるプーアル茶とかとは違うということですねえ。2、石膏東部の伝統演劇。まあ演劇ですね。ねまあ、これ日本とも似てるところがあるというのが話が書いてあるんですで。3、石膏地域の戦場生活者。まあこれは第一部の海の話とも関係してますね。まあ海の話はこれからもう一回しますが。というか、まあ第三部、いざ忍法から海を越えて1、海を渡る石。 2、海を越える神々3、近代忍法の承認と日中貿易、えーまあ、今日の私に与えられた課題は海ですのでここのところを強調しておきたいと思いますが、まあ、もう何度も言っているように忍法というのは日本との交流の交通の上で海を通らざるを得ない日本は周りに海に囲まれていますからで日本に向けて出港する船あるいは日本から中国大陸に着く船が えーまあ、最初に最初にというと、厳密には最初じゃないんですが、とりあえず日本との行き来を統括する、まあ、役所が置かれていた町、日本人はまずここに行かなきゃいけないとされていた町です。でそこから日本にさまざまなものが入ってくるわけなんですけど、えー、神々の話は後で、えー、二階堂先生という方の研究を紹介すると、あの配布資料の後ろのほうにもあるものですが。 海を渡る石の方だけ簡単に言っておきますとあのこれちょっと頭臓用意しなかったんですが東大寺奈良のですね奈良の東大寺が、えー、源平合戦の中で、えー、平家の焼き討ちに遭いますそしてあの大仏殿はじめその東大寺がことごとく燃えてしまうで東大寺をもう一回再建しよう,とう大仏を再仏教では再建っていうんですかね、えー、再建しようと。 漢、まあ、音で読むと剣、語音で読むとん、ね、お寺を建立するって言うんでいう、あれは語音読みだからなんで、まあ、同じことを言ってるわけですが、でその時に、えー、忍法から技術者を呼んでいるんですね。忍法からというか、もちろん中国から呼んでるんですけど、その呼ばれた人はじゃあ中国のどこの人かというと、忍法の人なんですよ。それは当時日本とこういういネットワーク コンタクトががあったたのが忍法の人たちだからですでところが東大寺はもう一回16世紀戦国時代にですね焼けてしまいまして、えー、その12世紀の末に行われた源平合戦の後を行われた、えー、再建の様を示す建物はほとんどありません大仏殿自体も江戸時代になってまた作り直されたものなんですが大仏殿の前に何台も南の大きな門 南大門というのがあって、まあ、観光名所になっているというか大仏殿行くためには必ず取んなきゃいけないところですね。でそこにあの、えー、金剛力士像、ね、あの両脇に仁王様がいるんですがでそっちに皆さん目を取られると思うんですけどその裏側にです、ね、石で作ったお獅子ライオンですね獅子の像がありましてこの石の獅子が仁法の職人が作ったというだけでなく。 その石自体忍法で取れた石だっていうことがこれもあの科学的に成分分析の結果科学的に、えー、実証されましたというようなお話が書いてありますまあほとんどあの知られてないことですしまあそれを知ったからどうだってことでもないのでしょうけれどももちろん混合力士像の方が美術的にはね美術史的には重要でしょうか でえー、とその最後の近代忍法の商人と日中貿易というのは忍法という町はもちろん日本との交流であの栄えていた町ではあるんですが、まあ、そうしたこともあってというか、まあ、それだけでなく、えー、対外交易の港としてヨーロッパの人々の耳にも入っていて、えー、19世紀になってです、ねえー、19世紀1840年にアヘン戦争が起こりますね。 そのアヘン戦争の結果結ばれた南京条約で、えー、いくつかの港をヨーロッパの商人に向けて開きますよという約束を中国、まあ、はしんさせられるわけですがその一つに忍法が入っておりまして、まあ、そういう忍法世界史の教科書で忍法が出てくるのはその辺くらいかな。 えその忍法の商人たちで実は上海という町の礎を築いたのもこの忍法の商人たちが上海に移り住んだからだというふうにも言われておりますまあ上海全てがそうではないにしてもえー忍法というのがあの19世紀の船が入るような大きい船が入るような港として後でもちょっとお話しますが不向きなところがあったのでえそこで大きな船が 上海の方にその忍法の商人たち自身も移っていて、まあ、上海の19世紀末以降の繁栄の基礎を築いたというふうに言われておりますが今もちょっと言いましたようにだから忍法はずっとその日本史でいうとこの中世において日本との交流で栄え近世日本史の近世というのはそのほとんどがいわゆる鎖国。 時代ですから、まあ、最近は鎖国という言葉は研究者の間では使わなくなってきつつありますけれども、まあ、教科書ではまだ鎖国って言葉が使われてますよねいわゆる鎖国の時代でしたのでえ日本人が忍法に手かけることはできなくなりましたし中国との交易は長崎だけに限られてましたからえ日本史上の中世ほど忍法が日本にとって重要ではなくなりましたけれども。 それからまあ近代になると今言いましたように大型船が入れないということもあって上海に繁栄の座を譲りますがただ、すごく最近、忍法は上海にこの100年ほど追い越されていたのをもう一回盛り返そうというのでえまた大きな港をですね造成しましてえあの今右肩上がりです、忍法という町は,は。とい,いうようなことをえ紹介しました。 まあこの共同研究全体とか特にこの第2巻第3巻で何が言いたいかというと、えー、背後ろの2ページ目に入りますが「妊婦」「羽生じゃないかです、ね」あの「羽生」っていうのは今はあの空港についてよく使いますよね成田空港羽生空港にできないとか今韓国の方に羽生空港としての役割を奪われたとかいう形で時々ニュースになりますが。普通に ある場所からある場所に移動するのに途中通っていくところですで一回そこに出てそこからまた分かれていくっていうそういう役割を、えー、忍法は、えー、かつてしていたというんですでこれはあの、まあ、その共同研究の中でいろんな形のバージョンのもっときれいな図もあるんですが今回私この授業用に作って私こういうの作るの下手なんですごく見にくくて変な図になってますけども。 まあななんとととく伝えたたいいいことはお分かりいただけると思いますそれから本来矢印は両方に矢がないというかんとかな両方にこの向きがついていなきゃいけないのかもしれませんがわざとこうしたのは特に私がやっておりますように私は思想史をやってますねさっき紹介していたようにそれ思想史に関連しましては一方通行なんですね海域交流っていうんだけど、えー、ある先生は海域直流じゃないかっていうふうな言い方をされましたが。 まあ確かにそうなんで日本の方から向こうの方に伝わってた思想宗教というのはまあないことはないですけど本当に上げて数えられる程度です。ですからこの矢印の向きはそういう文化がこういうふうに入ってきましたよ印なので片っぽにしか矢印がついてないんですけどえ忍法にこの丸いっぱいあるのは中国各地を意味させてるつもりです。 えー、日本語の音読みするとどっちも甲州になってしまう町、えー、中国語で発音すると上にあるのが半峡下にあるのが九安峡ですが、まあ、この気片の杭の州と広い州と2つの広州どちらも大きな町仁なんぞよりもはるかに大きな町歴史と伝統のある町ですで、えー、上のこの気変の広州っていうのは、えー、その今でもそうですが浙江省さっきやった石膏の中心になる町ですし えー、さっき名前が出てきた英西などが中国に渡った時には、えー、宋という国の都が置かれていた町ですだ中国の、まあ、宋は南宋ですので南半分と限定ですけど、えー、中国南部の一番中心になる政治都市文化都市経済都市、ね、この広州下の方の広い方の州広州はこれは現在広東省 中心になっている町ですがこれもまた昔からえ対外貿易で栄えてたとこですね古く古く唐の時代遣唐使の時代には南方との交易でその頃からこの公州は栄えていたところですがだこの私の矢印として甲州からあの広い州の公州から忍法に向かって矢印が向かってますが実はこの広い州の公州に向かってもっと南の方からり東南アジア方面からあるいは南アジアの方からさまざまな ものが入ってきてるあるいは中国広州からそっちの方にさまざまなものが出てきてるっていうそういうふうなつながりがあるわけですその意味ではこの広い州の公衆も南中国におけるハブではあるんでしょうねで、まあ、とにかく、えー、中国各地からのま物、あ、や人が人法に入ってきてでそっから日本に渡ります、えー、主要幹線は博多とのラインですまあ、先ほどの地図にもあったようにまあ、九州と とは結びつくわけですね厳密に言うと、忍法出ていきなり博多に着くんじゃなくて途中にも寄港地はあるんですがまああのそれは完成の途中のななんだろうな形容としてあまりよくないかもしれないけどドライブインみたいな感じですかね、えー、忍法発博多行き、ね、あるいはもちろん博多発忍法行きもあるわけですよ、その相互の交流があるわけですけど。で、えー、その博多に入ったものがまた日本各地に広がっていくわけですが、まあメインルートは京都にそれ入って で京都から各地にまた文化物人が広がっていくとこんなイメージを考えています。でそのハブとしての忍法、えー、ちょっと歴史的にあるいは中身について整理してお話ししますと9世紀以降中国における対日通行には 明州が指定された、まあ、これも禅の方の仏教用語では民衆って、ね、さっきあの民っていうのが中国の中国でこの字を読んだ時の読み方ですよって話しましたが民衆って呼んでおしますが、まあ、私などを含めてっって言って言るんじゃないですかね、えー、これあの今の忍法なんでその下の行に書きましたけど明州という町が一回経元府っていう名前に変わりそして忍法と。 まあネとという,ふうに名前が変わってて実態としては同じものですだからまあ忍法という名前は9世紀の段階ではまだないんですけどしかしえ9世紀以降は中国の側で日本に向かって行く船日本から来る船はこの明州の港を使いなさいという指定がされました。 10世紀の書とこれはレジュメにも書いてませんけど、まあ、一度の余談なんで聞き流してもらえば構わないんですが10世紀の書と「古今和歌集」というものが生まれましたまあさっき言いましたが国風文化の始まりを象徴するものとされるものですよねその「古今和歌集」の中に阿部中麿という人の和歌が載っています「天の原ふりさけ見れば春日る三笠の山に入れしつきかも」 でその古今和歌集の言葉書きつまりその歌の説明文です、ね、によりますとこの中丸の歌は明州で中丸が日本に帰る船に乗ろうとした時に中国の人が送別の宴を開いてくれたその時に読んだものだとされています。 もちろん、言葉書にもうちょっと書いてあって、だってそれ中国の人に和歌をんだって分からないわけだから、中丸は中国語で説明中国の人には説明したわけだけど、もまあ和歌、歌としてはその場で読まれたものだとされています。つまり、つまりこれはね歴史的事実かどうかは分からないそうです。古今和歌詞にはそう書いてあるけど、安倍の中丸って8世紀の遣唐使の人ですからね。 ただ古今和歌集が生まれた時点10世紀の時点ではもう明州が指定されててその100年ほど前からこの町があ日本人にとって中国との行き来をする港って認識があったんで、まあ、実際にも中村は明州のそばで船に乗ってることは乗ってるんですがやはり明州っていう名前がだからそこで出てくるんでしょうね。でまあ安倍の中丸の時代あるいは,、えー、そは平安いわゆる国風文化の時代は まあ私どもに言わせるとだ古い時代の中国の文化でありましてこれ後でまた言いますが、えー、それに対して新しい中国の文化がこの忍法を通して入ってきたということが重要だと考えています。それを宋風文化と呼んでいますが、まあ,あんまりこれも一般的に広まってる言い方ではないですけど宋、まあの 前の、まあ、古い時代の文化を何て呼ぶかというのは難しいですが、まあ、東風とでも言うんですかね、遣唐使の唐で,で。宋という王朝の時代になってくるわけですね、まあ、宋は10世紀の後半以降ですけども、英才が12世紀の末に中国に渡ったとき、さっきも言いましたが、宋の時代です。 もちろん英才の表は禅ですから、まあ、臨済禅を日本に伝える臨済史を日本に伝えるあるいは英才と同じ頃というか、まあ、英才もたた携わってるんですけど東大寺の再建事業あの英才はその東大寺再建事業の長官をやってますんで第2代の長官英才さんですが初代が長元って人ですが、まあ、そ,のそうした忍法のあたりの技術 通行している中国の人たち技術者エンジニアたちを日本に連れてくるです、ね、そういう形で民法を経由して伝来したハブですからここがだもちろん中国の奥地の方にね優れた人がやその奥地の方の技術者を連れてきてもいいんでしょうけどああ手近なところでっていうかさっきも言いましたが直接見聞きしている知り合いの範囲の中で、えー、連れてきますから。 えー、そうしたところから、民法界隈から多くの人が入ってくる、多くのものが入ってくる、技術が入ってくる、文化が入ってくるわけです。禅仏教、まあ、これは言うまでもないことです。まあとで道元の話もちょっとしようと思いますが、まあ、英才もこの辺りで禅の修行をしているわけですね。そして禅宗のお寺 の建築これを美術,美術者建,築だ、ね、建築士の方では禅修用という言い方をしますが、まあ、これも建築士の専門家の方に言わせると適切な名称じゃないんで買いうやってことになってきているようですが、まああのー、普通今でも教科書では禅修用というふうに言われている建築そしてその禅寺で飲まれているお茶喫茶の文化 まあこれも禅寺だけではなくあの建築もそうですけど喫茶も禅宗のお寺だけではなく速攻を中心に日本の,その禅宗のお寺ではないところにも広まっていくわけですね建築も喫茶もあるいはそもそもお坊さんたちが書いてた水墨画それから最後の三体詩もしくは三体詩というのはマイナーなものであの初めて見る人多いかと思いますがこれはあの漢詩の�の、まあ、詩のスタイルです。 えーまあ、これも詳しく説明するつもりはないし余裕もありませんが、あのー、それまでの日本で愛好されていたのは「白白楽天の詩です、えー、枕草子」の中に「小言昭和郷の雪かならん」カナランっていう、えー、話があるなんか古文の授業でそういえばそんなのやったなってっ思い出してもらえればそれでいいんですが。 ようにあの白楽天の詩が愛好されてたんですがそれに代わってこれ禅宗のお坊さんたちがその中国の禅寺で愛好されていたがゆえにということなんですけど、えー、三体詩と呼ばれるあの詩のスタイルを持ち込んできますそしてまああの人の人様の研究ばかりじゃなくて私も何やってるか多少はお話ししたいんでこれをお話ししますが朱子学儒教ですね これも最初禅寺の中で学習される形態で日本に伝わります日本の儒教の専門家が中国に勉強に行って留学して持ち帰ってきたのではないだから金世になるとさっき一人上げた朱舜水のように朱舜水はお坊さんじゃありませんから朱舜水のようにえ中国の人が 脳尿人というか思春水が代表ですけど思春水などは、えー、お坊さんではなくて、えー、そういう人が日本に入ってきて朱子学を広めるのに一役買いますけれども日本史上の中世においては朱子学というのは禅宗の寺院の中で お坊さんがこれは中国の禅寺でそうだったからなんですけど中国の禅宗寺院でもちろん仏教が中心悟りを開くための修行が中心なんですが、まあ、上の,その三大師とか水墨画もそうですけど一種の、まあ、余儀って言ったらちとあれかなマイナー専攻とでも言うんですかねあるいは教養ですかねそそれこそ禅宗のお坊さんたちが教養として朱子学を知ってて学んでてでそれを英才たちが。 日本にもたらすすわけですねとかこれ特にそういうのを進めたのは先の卵系導流なんかだというふうに言われておりますがでじゃあ,これ一体こあそ,うだそれでそういう象徴するんだというさっき五山文化という言葉を紹介しましたけど、まあ、室町時代の、ね、文化というと日本史の教科書でもあの文化の中に北山文化と東山文化と書いてありますよね、まあ、美術史の方でも北山文化東山文化というの あの古,来古来って言ってもまあたかだかこの100年ぐらいでしょうけどえ言い習わしてきているわけですがまあそれを象徴する建物何ていう建物か言いません皆さんにはまあお分かりと思いますがそれぞれを象徴するのがあってこんなふうに違うよっほら片方は金霧金で片方はえ落ち着いてるでしょと言いますがまあ実は北山文化と東山文化ってそんなに相反するものではないのでありましてまあこれは今日はあまりお話しできませんので興味があったらさっきの,その第4巻の五山文化の巻を読んでみてさい。 まあ一括して言えるだろうとその前後の時代に比べればこの室町時代の北山東山というのは大きな意味で1つの文化であろうとでこれ中国の宋風文化の影響を受けて形成されたものでありまあそれを私たち五山文化というふうに呼ぼうねというふうに言っているものであります。こうしした創風文文化化のの影響をを受けていいるる五山文化を中心とする日本のその新しい 文化忍法から入ってきたものってその前と何が違うのかこれも簡単に日本史の古代史のおさらいです簡単にやりたいと思いますが、えー、検討史時代というのは党を模範とする国づくりを目指しておりましたそうですね。律令を掲示し鎮語国家仏教を受け入れましたしかし送風文化の方は生活文化としての面が強いと思います まあ昔、遣唐使の時代にも中国の唐の時代の生活文化は入ってきたでしょうけれどもえ今、私たちが馴染んでいる最初の時伝統文化というのはこの創風文化として入ってきたものが今、姿形をいろいろ変えながらも続いているわけですね。喫茶にしても建築にしてもあるいは水墨画とかにしてもね。 でこれには一つ要因があるのではないかとつまり忍法という町がある石膏地方これ先ほど説明しましたね石膏という地方は日本,の日本列島の西日本と風土的によく似ているで実はこれはですね私たちのプロジェクトよりもずっと前に照用、えー、樹林文化っていうのが一時期、えー、学会でも 評判になってます皆さん、商用樹林文化って聞いたことありますはじ初めて聞く人あ。でも半分ぐらいの人は聞いたことあるのかな、さすが東大ですね。はいえー、まあ、照葉樹林文化っていうものが本当に適切なのかどうかはあの今、なお議論があるところですというか、最近はあまりこの言葉見かけませんけれども、えー、この商用樹の典型がお茶の木なんですよ。 お茶の木が生えるるととここっていうことでもあるわけですね。で、その辺りの,あの風土的な自然環境生態環境が類似してるっていうことは、まあ、石膏地方の生活文化を、えー、日本列島でも取り入れやすかった特に西日本京都を中心とするあるいは博多辺りの西日本では取り入れやすかったっていうことは言えるのではないかと、えー、私などは思います。 まあ、しかも忍法は海に近いのでそうした意味でも中国の内陸部中国のいわゆる荘誘樹林文化地帯でも内陸部になるとまた変わってくるわけでしょうけど、まあ、海に近いということも日本とは神話的だったんじゃないかなというふうに思います。 えー、海をテーマにお話してまて、あ、今のところは海のところいろいろお話してきましたがちょっと海から脱線して海とは関係ない話を少しさせてください、まあ、私が、えー、勉強研究している総学というものですで総学っていうぐらいですからやっぱり総の時代に生まれたんですねで、まあ、私は総学と趣旨学というのは厳密には分けるべきだと考えてますが、まあ、今日はその話はいたしません、えー、まあ 日本でととか朱子学とか呼ばれているものですでこれはですね儒教儒教にその基本となる本書物があるわけですね「経書」まあ仏教のお経と同じものですっていうかこの説明するに私必ずいつも言うんですけどもともと儒教の方に敬っていうのがあって。 そこに後から仏教が入ってきてで仏教も最初はサンスクリット語で書かれてるわけですがそれを中国語に直すわけですね仏典を。でその時にこの「敬」っていう言葉を仏教の方でも使うようになった。で日本語においては儒教の方では原則として漢音で「敬」と読み仏教の方では語音で「経と読む。 なんか違うもののように見えますが同じですあの現在の中国語北京語のアートでもどちらもチンで同じですこれも留学生を惑わすとこなんですけどねこの字をあの私の あの演習なんかでどちらで発音していいかっていうのでいつも留学生は戸惑っていますが日本人は何となく感覚的に日本の学生は仏教だったら教儒教だったら敬っというふうに読み分けられるんですけどまあ同じものですがそういうまあ仏教でお経にあたるものって言った方が皆さんには多分分かりやすいだと思いますがまああの師匠五経ってやつですねって言った途端に師匠五経の経は五本じゃないかってまたそういういわゆる矛盾が生じて嫌なんですがえー師匠五経ですね。それを 新たな視点から読み解こうとするつまり儒教というのはもうずっと前からあるわけですよねで遣唐使の時代からずっとあるわけでもちろん遣唐使の中でも、えー、さっきの安倍の仲間なんかもそうですからだから仲間は帰ってこられませんでしたけど吉備のまきび吉備のまきびなんていう人は、えー、当時の最新の儒教を勉強して日本に帰ってくるわけですよね。 でそれに対してそれとは違う視点から読み解こうとする考え方が出てきます。でまあ朱子学総学って何だって一言で説明するのは難しいしこの説明の仕方でも分かっているので分かんないような説明だと思いますが一応ごまかして言えば「理とか「気という「まあ、理と「気ですね「理気という言葉この概念によって自然現象人間社会を説明しようとするものでこれはそれまでの儒教にはなかった考え方 利と,ててと,とか気って言葉はあるんですけどねそれを今言ったように、えー、全ての根本にする概念というふうにどん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 説明していくと長引くんでこの辺でやめときますが利、えー、と気によって自然現象人間社会を説明しようとで、この特徴は人間社会の歴史を遠い、まあ、ゾレンですわなによる価値判断で語るっていうところにあります。 朱子学のこれ日本史の教科書なんかで、まあ、世界史でもそうかな朱子学の特徴として「大義名分論」があるっていうふうに書かれてて、まあ、皆さん多分そういうふうに覚えたと思うんですが実は「大義名分」っていう4文字熟語は中国にはありません大義とか名分って言葉あるんですけどどうやら「大義名分」って4文字に熟してよく使うのは日本の朱子学の特徴らしいんですがまあ,あの中身としてはそれは同じものなんですけどね えー、同じものは向こうに中国にあるんですが大義とか名分っていうものを大事にします。えー、君主と臣下の関係親と子の関係それから「尊皇攘夷」。「尊皇攘夷」って幕末の日本人の、まあ、キャッチフレーズなんて言えばいいんでしょうね標語スローガンですがもともとは 中国の言葉ですしかも特に総額で重視されてた言葉です。えー、尊王っというのは王様を尊ぶということですが、まあ、君主を尊ぶということですね、まあ、ね大義名分ですねで。上位というのも大義名分ですね。上位、意、えー、を払う、意というのは訓読みですと恵比寿かな。 言葉として適切かどうかわかんないけど、野蛮人。ま主観的なもんですからね。自分たちが文明人だと思っている人たちにとって、自分たちと違う連中を野蛮人と下げすむときに使う字がこのいの字ですよね。まあエビ日本ではエビスっていうふうに読むわけですが、訓読みではを払う上手のは払うまあ追い払うやっつける。 まあこれは宋という時代がちょうどその北方の異民族王朝との間で構想が絶えないところがあってまあもちろん平和的な時代も長いんですけどえ自分たちこそが中国の正しい文明を受け継いでるんだ唐の文明正しい文明を自分たち宋が受け継いでるんだということを主張するためにえ彼らによってえ愛用されたスローガンでもあります。日本で尊言葉が 19世紀の半ばに流行語になるのは日本に朱子学が入ってたから根付いてたからなんですねそうでなかったらこういうスローガンで、えー、若い人たちが目の色変えて、えー、武器持って暴れ回るってことはなかっただろうと思いますけどもまああのーまあ、そういうものです総学というのは。 でこれが江戸時代日本においては江戸時代の指導の基礎となりまあ、これ特に明治時代になってから武士道として理想化されるものです。えー、忍法の話はどこに行ったんだって忍法の話とここの部分は関係ありません関係ありませんが、えー、送風文化ということで言えば当たり前ですけど総額は送風です。えっと それまでの古い時代の中国の文化とは違う思想史的にね思想上新しい動きとして出てきたものでありえそれが日本に入ってくるただあのさっきも言いましたように総学というのは日本の中世室町時代においては禅宗の寺院の中で勉強されてつまりお坊さんたちのまあ教養として学ばれていた程度だったので。 やはりこれが本格的に日本で思想的に意味を持ってくるのは江戸時代になってからですねこれは日本史の教科書や倫理の教科書でそう書かれている通りです大筋のところでは時代的には先ほど挙げたようなものに比べるとはるかに遅れるのですけれどもただ広い意味で言えばっていうかまあ私はその意味でこの共同研究の周辺領域をやってるような感じがするわけですが、えー、総額っていうのもそもそもは日本史上の中世における 海域交流の中で入ってきたものだし、あるいは江戸時代に朱子学を本場から伝えた人として有名な思春。水もま民、あ、法の人だし、そういう意味では無理やり。結びつけは忍法とも結びつくかなってことす。まあ、あのー、さっきの文化都市忍法という話をしましたが、民法にもこの朱子学の有名な学者は何人もいます。 夢流しちゃって今、つい言ってしまいましたが私たちの業界などで,で有名なだけで、あの皆さんは全く知らないような名前ばかりだと思うんで、今日はあは紹介をい、たしませんけれども。はい、で、えー、本筋に戻りまして、1、えー、つあの、さっき言った海を渡った神様として、えー、消防山にいた神様のお話をしようと思います。えー、これはあの手元の配布資料にもあって 通り二階堂義弘さんという関西大学の先生ですけれどもあの私たちの共同研究のメンバーだった人のこのプロジェクトにおける研究成果です、えー、消防団というのはどこにあるかというか口がん忍法という町が東アジア全体の中でどこにあるかさっき地図でお示ししましたけどあのもうちょっと拡大するとこんな感じになるんですね。 この地図でいうとこの上に上海があるわけですが、えー、だから忍法という町は海に直接は面していませんただこれ、えっと、皆さんの方から見づらいかなあのこの印がついてるところがまさに消防山というこの下のこの山のなんですけどもあのそこから忍法という町に向かってこう川がありますよね。 昔の船はほぼそのまま入れますので、えー、この川、まあ、川も,もちろん春節してそういうふうにしてたんでしょうけど忍法まで入れるわけですでさらに言えばこの忍法からあの川とか運河を使うと遠く北の方の北京まで、えー、やろうと思えば一歩も陸地に足を踏み入れないで船だけで行けるようになってるわけですが、まあ、忍法というのは海からちょっと入ったところ、えー、とこれ直線距離にして この印がついているところから仁法という町まで、仁法って書いてあるところまで20キロぐらい、20キロぐらいあるんですが、まあ、20キロというと日本の規模でいうと相当距離ですけど、まあ、中国、広いですからね、えー、20キロほどあるんですが、ただ、そのでは、広い意味で中国の中では海に面した町、扱いを受けるわけです。 でそのまさに忍法という町から船に乗って出ていくといよいよ海に出るぞっていうところにこの消防山という山があります。えー、消防山、宝を招く山もう大体そういう名前がついてるわけですね。海外交易で栄えたってことを示してますよね。いろんなお宝入ってくるんですよね、えー。この山の名前がついた消防七郎神っていう神様がいたんだそうです。 でも中国ではその後あ元二階堂さんの,レジあのパワーポテトもこの後そのまま出ますけど、えー、二階堂先生が書いておられるように今の中国ではもう忘れられてしまっているんですが、えー、日本にそういう像が残ってたりするんですねでこの格好がに遠くの船を見ているポーズじゃないかと二階堂先生はおっしゃっております。 あるいは船に乗って向こうのほうか水平線の方を眺めてる姿ではないかということですね。これはあの皆さんの配布資料にあげてもらうと同じものです。でまあ一応読みますか「消防七郎大根は竜神・怪人としてまた我らん神として宋から明にかけての中国で広く祀られる神であった。 さらに日本では平戸にても祀られたあの長崎県の平戸ですねところがその後航海守護神は福建系の魔祖神、まあ、これも皆さん初めて聞く名前かもしれませんけどあの中国で航海の守り神って言ったら今は魔祖ですあの横浜の中華街にも最近魔祖を祀る病ができましたあのぜひ中華街に行った人は行ってみてください魔祖神の力が強くなり中国ではガラン神ガラン神というのはあのお寺でのお寺のを守るための神様 ガラン神であることも忘れられ信仰が衰退していったものと考えられるえついにはアイク王子でもこれあの忍法の町外れにあるお寺ですけどねアイク王すなわちあのインドのアショカ王の名前がついてるお寺ですがアイク王子でもその名すら不明確になってしまっているただ日本において壮大の文化を伝える寺院でその像を祀ることから信仰がわずかながら保持されたものである。 で、ここに書いてますが、二階堂先生によると特に曹洞宗の寺院には必ずと言っておるほど、この神様の像があるそうです。で臨済宗のお寺にもあの多く残ってるんですが、例えば鎌倉で言えば県庁寺、鎌倉県庁寺臨済宗ですね。五山の一つですけど。ま要するに前デラにおいっていうのは、さっきも言っちゃうように。そういう禅宗が伝わってくるときに、一緒にこの神様も入ってきたからということになるんでしょう。 民間信仰についてはその変容が激しくおそらくは壮大の姿は全く今と違ったものであろうだからまあ今の日本の海でも昔そこだったというふうにはすぐには分からないさらに東アジア一帯で海を飛び越えて信仰される怪人は魔葬以外にも多様な神々があったはずであるその当時の宗教文化の一端を今に伝えるものとして消防士郎神は非常に貴重な存在であると考えるつまりですね で二階堂先生、中国に探しに行ったら確かに、これ、処分しろの系統だろうっていうような像をいくつかあの発見されたそうですが現地の人はそうだと思ってなかったとっいうことなんですね、全く忘れられてるから、ここに書いてありますね、アイク王子でも、あの上の段の最後のアイク王子でもその名すら不明確になってしまって中国の人は全く忘れてしまう。 まあ日本でもまあほとんど忘れられてるんだけどでも前週の古いお寺にずっと残ってるあるいはその像が壊れても同じような像をもう一回作り直した時になんとなく前の像と同じような形で残ってる、えー、ということで現在日本に多く残ってる、まあ、多くというか日本には残ってるで,すで他にもたくさん中国の海の神様がいただろうと、まあ、今はほとんど魔荘に統一されちゃってますけれども昔はほとんど い,っぱい,いただろう。その「ただろう」というのは単に憶測じゃなくて文献なんかを見ると昔の資料なんかを見るとそういうことがわかるでもその書かれてる神様がどんな格好をしてた神様なのかっていうのはもう現在残ってないからわからないでもこの「消防士郎」は日本に残ってる何で,で日本に消防士郎が残ったか何で日本の禅宗のお寺に消防士郎がいるか民法から全仏教が伝わったから。 でなんで禅のお寺に海の神様がいるのか海を渡ってきたからです、ね、まあ忍法の愛好寺にあるのは忍法がそういう海の町だからなんでしょうけど、えー、日本にそういう仏教を伝えるっていうかな仏教 を持ちち帰ってくる人たち1人たじゃないですね多くの人が中国に出かけているあるいは乱渓道流のように中国から渡ってくる人たちがいるわけですが、まあ、彼らがそうした守り神として航海神として船の守り神としてこういう消防七郎を,、えー、をありがたがってたのかなという推測ができるわけですね。 ええっと、私一人でべら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 まで喋ってしまいましたけどちょっと皆さんに確認をしておこうと思います。えー、有名なこの人ですけどもうなんかいろいろ言ってしまった後でこういうのもあるんですが、えー、道,元さんあの道元さんの大事なことをわざと書かなかったんですけどさっきくちばしってしまったな道元って何した人ですかって言ってもまあ声を上げて言ってくれる人もあいないかな。えー 英才が臨済宗の快祖だというふうに言われるのに対して、まあ、道元は曹洞宗の快祖だというふうに日本で言われているわけですね。でこれも非常に実は図式的なことであってこの私たちの共同研究のメンバーでもあったこの辺りの専門の人に言わせると臨済宗っていうのは必ずしも英才一人が伝えたものじゃなくてむしろ日本で現在主流になっている臨済宗は英才の系統とは違うんだっていうことです それからまあ日本の現在の曹洞衆はもちろん道元の流れを全て組んでるっていうふうになってるわけですけど中国の曹洞衆っていうのはもうまたこれもいろいろあってその中の一つをまあ道元は持ってきたというふうに言うべきかもしれませんが、まあ、実際には室町時代ぐらいまでは道元とは直接関係のない総洞衆系のお坊さんが日本国内でも活躍していたようです。 であの英才もそうでしたが、まあ、道元も中国に行くわけです中国当時そうですからね塗装層に渡っているわけですね4年間足掛け4年間足掛,け足掛けだと5年間か4年間中国にいた道元は中国に行って曹洞宗を学んできました えー、この言い方は間違いではないんですが彼が実際にいたのは忍法なのはなです先に3つ目のポチの方の話をしてしまいますがこの4年間の留学中彼はほとんど忍法の天童寺というお寺で過ごしています。 まあ彼が曹洞宗の教えを日本に伝えるべく教えを学んだのもこの天童寺というお寺なんですがえまあちょこっと忍法以外のところにもまあ旅行というべきなんですかねなんかまあ修行ではあるんですけどね有名なお坊さんを訪ねる旅はしてるんですが彼は中国全土をくまなく見て回ったわけではありません。 まあそんなことや平安時代の最長だって空海だってそれはそうなんですけれども特にここで言いたいのは道元が見てたのは忍法だってことです。ちなみにその道元が学んでた天童寺というのはえ中国の五山で中国の五山はあのまあいくつか種類があるんですけどその中の禅宗の五山ですね禅院五山の上から3番目まあ5つあるうちの3つ。 に列せられていたまあだから中国で当時やはり権威のある禅宗のお寺だったわけですけど中国全土の中でも、えー、権威のあるお寺だったわけではありますがで、えー、その2番目の文字のとこですけど「天祖教訓」という本があります、えー、これは講談社学術文庫に現代語訳がありますんで、えー、もし関心を私の話で持ったら是非、えー、手に取って読んでみてください。 道元あの天祖っていうのは禅宗、えー、のお寺で食事を作る炊、まあ、事係食事担当のお坊さん、まあ、その人もお坊さんですよねのことです、まあその人にいろいろ道元はついた途端にやり込められたりしてるんですよね。えー、食事係炊事係っていうのは当時の道元の認識では仏教の寺院の中では、えー、おあ仏教の,そのお坊さんの中では格が低いもので自分は学問を極め その学問をさらに、えー、奥深いものにするために中国にやってきたっていう意識を持ってます。あの道元さんそもそも貴族の出身ですからこの方は奥家さんの家の生まれですからあのそういう意識もあったかもしれませんがその天増さんに散々やり込められるまあそのことをちゃんと記録して残しているってところも道元前すがに偉いなと思いますけどもその天増の実はなんかもうその仁王ならではの話なんです。 まあ詳しいことは今言いませんけれどもだから道元は忍法ででカルチャーショックを受けてるんですよ日本で禅宗のお坊さんになりで実は道元はあの先生に付きまあ今ではカバン持ちカバン持ちっても古いかなえらい先生のお供で中国に道元は行ってるんですけどその先生現地で死んでしまうんですがまあとにかく日本の国内ではその優秀な若い学生 証だったわけですねでその人が中国に行ってカルチャーショックを受けてだからこそそれまでち日本に伝わってなかった曹洞宗の禅を日本にもたらすことになるんですがそれらの契機を作ったのは、まあ、全てっていうと言い過ぎになりますけどほとんど民法だというお話であります。はいえー、と ベラベラしゃべり通して、そろそろ私の話は終わりにしないといけないですね。えー、海気交流と日本文化、ま,あ、まとめでありますが、まあ、日本は小海に囲まれている、まあ、これは今でもそうです、だからあの私は先週の話聞いておりませんけれども、今でもだから日本の海の守りというのは重要なわけですよね。日本は海で、海でに国を守ることができる、陸地の中で国境線を引くのではなくね。 ただ、逆に言うと外国との通行には海を渡らざるを得ないとこれはまあ当たり前です歩いてはいけないわけですね。と海っていうものを中心にした形の交流になるで。日本から船に乗って向こうにどこに着いてもいいよというわけではなく、まあ、今日はあの朝鮮半島の話を一切しませんでしたけどももちろんあの韓国とも交流があって、えー、韓国との間でもいくつかあの港があるんですが今日はその話を一切私しませんでしたけれども、えー、だからこうっての大陸というのは中国でのっていう意味ですね。 中国における上陸地点は、えー、任法を向こうの政府によってて指定されていた、まあ、日本が江戸時代になって、例えば中国の船は全部長崎に来い、オランダの船も長崎に来いって指定しているのとまあ同じようなことです,よ、ね、でですから、日本から渡航する者や日本へ渡航いいでする者は、日本から行く人や日本へ来る人は、みんな忍法を通過しています。 その意味で日本人渡航者の中国経験は厳密には石膏経経験験あるいは忍法経験だったわけですで忍法というのはまあ海に直接は面していないんだけれども海沿いの知識でもあったのでその辺りの生活文化というのはまあ日本の人たちにとってもそのまま取り入れやすい面が多々あり例えばお茶の木持ってきて植えれば育つわけですから。 あるいは水墨画なんていうのも乾燥した年間降雨量が100ミリとか200ミリっていったところでは描けないですよね空想画としては描けるかもしれませんけど水墨画の,あの趣き霧がワンワンワンってあるとかですねそういうようなものも含めてこれはやはり風土的なものの共通性っていうのが条件環境としてあったのかなという感じもいたします。 まあ、というようなお話でございまして、えー、だから皆さんにまあ知ってほしいのは、まあ、皆さんはもう常にその入試問題なんかでもそういうふうなことを指摘されててそうじゃないっていうふうに教わりつつあるあの覚えつつある世代かと思いますけれども894年に遣唐使が亡くなって以降日本は国風文化を育んで中国の文化の影響をそれほど受けてないよではなく、えー、その間も 交流がありでその交流というのは忍法を通経由したものでありでむしろその送風文化なるものが室町時代の日本文化を形成しこれが江戸時代の日本の伝統文化っていうものにつながってくるという、えー、その上で日本人が海を通しての交流をしていたということが重要でありますよというお話でありました。 すみません。私双方向性の授業、非常に苦手なもので一方的に喋り通しになってしまいましたが、何かこの後できればと思います。以上です。はい、小島先生、どうもありがとうございました。あの期せして、この間のあの海から見た世界ですけれども、あの海は自由であるということを、あのそういうメッセージがあったかと思うんですけれども。 今日のお話はです、ね、少し時代は遡りますけれどもそれでもやはりあの四方海に囲まれてる日本という国でやっぱり他の国との交流は海を渡っていかなきゃいけないで海を渡っていった先に何があったかというと忍法が中世の日本の場合にはあってそこでどういうふうなことを私たちの先,先輩方はな 学んできたのか日本に持ち帰ってきたのかっていうのがさまざまな角度から語られたかと思います。であの今日の講義の中で小島先生は盛んに詳しくは述べませんでしたがっていうことを言われたんですけれども是非この機会に詳しく知りたいとかそういうふうなことがあったらどうぞご質問の方よろしくお願いいたしますどなたからででも結構です。 えっと今年の東大の入試問題の世界史の大論ですがそのモンゴルについてでその中のに、えっと、指定単語として博多という語があったんですねですから多分あの中国大陸が元の時代にもその博多と中国大陸、まあ、より具体的には忍法との間の交流っていうのはあったと思うんですけども、えっと、今回の話の中だとちょ宋と相当でそれから民の,間民の話がちょっとメインだったのでその間の元の時代にも まあどのような交流があったのかについてちょっと聞きたいなと思いました。はいはいありがとうございます。はいあのこれそうですね私の悪い癖で出てしまいましたねあのよく言われるんですちょっとますあの前置きますとあの思想史とか特に儒教史ではですね総学と次民学って言ってですね元と言わないんですよあ総民理学とかですね言を思わずすっ飛ばしてしまいましたが大事な時期です。<laughs> あのいわゆる蒙古襲来第2次の方はですね、えーまあ、一部始部隊はあの朝鮮半島の方から来ましたけどいわゆる主力部隊とされるものは忍法から来てるんですよね、えー、忍法から来てるんですこれはあの南宋の宋の水軍を再利用したんだというふうに言われておりますけれども。 僧、えー、が滅んで元になった時にどうなったかというとあの交流続いていますでこれはあの研究者にとって評価が分かれる評価というか認識が分かれるところですけどその元モンゴル族の制服を嫌って日本に逃げてきたとされるお坊さんあの逆の言い方ですね、えー、中国からお坊さんがが来た時にそれが ええと、モンゴルに支配されるのが嫌だってて、日本に逃げてきたんだと解釈する考え方。まあ、さっきの朱春水と似てますけど、まあ同じような考え方でしょうか,か？あるいはまあ特にそういうことは関わりなく、えー、元という新しい王朝になっても、えー、仏教の。そういう交流がずっと続いてたんだという考え方あります。で、2回の中、日本はその中国元と戦争してるんですけど、まさすがに戦争の期間はないんですけど、その前後もあの。 交流の貿易ですとか文化交流は続いてるんですよね。 むしろ、元の,の時代の方が盛んだったという言い方を普通します、きょうです、ね、そのことを言いませんでしたの、ね、で、今のご質問が出たので、言っておきましょうあの。昨年まで都大の文学部に寄られた、日本中世史の村井章介という先生、あの村,村です、ね、岩井の井ですが、村井先生が、えー、トライ層の世紀っていう言葉を、えー、もう30年ぐらい前ですかね、本の中でお使いになって、トライ層、渡ってくる坊さんの世紀、センチュリー。 トライソーの世紀西暦で言いますと1250年から1350年ぐらいの間の100年間つまりほぼ元の時代ですこの時代こそが中国からたくさんのトライソ僧がやってきた時代であるでこれがその後明の時代になるとむしろ明が長江、ね、貿易というか長江体制に求めるようになってなんていうかなあの、えー、自由に行き来することを 禁じる制限をかけるようになるんでむしろトライ差は減ってくるその意味では元の,の時代の方が明の,の時代になってから日本史の時代区分で言えば室町時代のごくごく始めてか南北朝時代ですか、ね、南北朝時代ぐらいまでの方がいわゆる室町時代になってからよりも量的にはあるいはことにとして質的にもこういう文化交流の。 えー、様は大きいいかと思いますただ今日私は送風文化ということで「そうで言ってしまったんで、まあ、原風文化ってだけあんまり言わないですねこれもちょっと話長くなりますけど。 え昔はですねモンゴルの野蛮人がやってきて、えー、優れた中国の文化を貶めた儒教儒,者なん儒学者なんていうのも身分的に差別されたなんていうふうに世界史の教科書にも書かれてたりしたんですがそれはあの明の時代になってから前の時代のモンゴル時代を悪く言うためにそういうふうにしたのであって実際にはモンゴル族の元王朝のえ中国支配というのはえ緩やかなもので宋の時代の文化がさらに 展開したんだっていうふうに今では考える人が多数派になってます。まあ、私もそう思います。だからまあ本当は草原風文化って言うべきなんですかね。はい、ありがとうございました。あの私、九州の人間なんですけど、今回博多という言葉が出てきてで、あのこの大々的なハブとしての民法っていうところで、中国の受け入れあの中国の何ていうのかしら？日本 入り口が日本との交易の入り口が忍法だとすれば日本側は博多でずっと来てたんでしょうか要は長崎とかあるいはその後の横浜函館神戸と展開する以前は博多が中国との交流の窓口と考えてよろしいんでしょうか はいそうだと思います、とかあのセンター入試の問題にもありましたように平安中高期以降、やはり博多というのが、えー、博多の場合はあの朝鮮半島の方もそうですね、韓半島の方も、ね、博多があの日本の、えー、大きな港としてただ日本の場合にかなり中央集権ではないのでこれ以外のところからも、まあ、ご存じだと思いますけどあのいくつか。 中国ととの交通ししているところはありますし実際にはさっきも言いかけましたがあの博多を出港していきなり忍法に行くわけではなくあの今長崎県に属している五島列島五つの島とかあの五島列島に寄港してから行くわけですよね。でまあ五島列島まあさっきの平戸なんかも関わってくるわけで、えー、15世紀16世紀ぐらいになってあの和,和光ですね学生、まあの皆さんもご存じです。 和光と呼ばれる集団が、えー、海域で活躍するようになりますが、今日の私の話では一切登場しませんでしたけど、あの和光が活躍するのは九州の博多だけではなく、えー、そうした各地ですね、長崎県の辺り、熊本県の辺りということになるんでしょうか、えー、佐賀県もそうですね。ただあのメインは博博多多ですですの線線をあの比喩的に幹線道路とか 我々読んでたりしますけれども、忍法博多線とか読んでたりいたします。で、えー、とちょっと説明いただいた通でもう一つ、もう一つそのあとの話でますと、だから長崎はそうした流れの中であの出てくる、16世紀になってから出てくる港ですよね、江戸時代においては日本の表玄関も長崎ですが、それからあの堺ですね、最初のセンター入試の問題で、五藤選択肢として与えられてた、えー、堺ですけど、まあ、ここも,もう15、16世紀になると、 港として出てくるようになって実はあの堺は、えー、細川市の勢力範囲なんですよねで博多はあのたり大内市ですので大内市の勢力圏でさっきの忍法の乱事件というのは、まあ、博多商人を中心とするその大内市方と堺の商人を中心とする細川方だというふうに図式化して言えば言えるようです。 で横浜はもちろんあのもご存じだってそうおっしゃってるだと思いますがあの横浜開港は1859年かな、えー、井伊直弼の大英団によって国を開いたわけですので、えー、ごくごく最近ですしそもうそもこれも港の形状のことは私はあまり工学的によくわからないんですが大体横浜のようなところが対外交易港として発展できるというのが、まあ、近代の,その造船技術の変化に伴うものでだから横浜と上海はしばしば。 あの,されるのはそういういことですよねそれ以前中西における、えー、関東地方の港で一番どこかって言われればやっぱり鎌倉だと思いますがあの現在の鎌倉見てもあそこに大型船なんてつかないでしょうね今、えー、何万トン級の船は鎌倉にはとても入れないわけですが、まあ、中西においては関東地方では鎌倉とかになるわけでしょう。 あこれも話がちと少長いなすみません。あの鎌倉幕府三大将軍の、えー、源の三郎が中国に自分で渡ろうと思って、えー、鎌倉に大きな船を作ったっていうふうに阿蘇まかがみには記されております。ありがとうございます。えあの神戸は南京町、横浜は中華街で我が郷土の博多は唐人町というので歴史の古さというものがわかりますね。 さあいかがでしょうせっかくの機会ですのではいどうぞえっと最後の方でですねえっ、ー、となんか、まあ、水墨画のモヤモヤとしたなんか湿度の高い風土がなんか石こうと同じだというふうな話もありましたしそのお茶の栽培がになんか、えー、と西日本でも生育しやすいと栽培しやすいということで、まあ、僕も九州の人間なんですけど えと九州にはです、ね、そのなんか非常になんか石橋が多くてでなんか、えーと、東大寺の再建の際にもなんか石材にそんな忍法のものが使われていたという話がありましたが、えー、そこらすごい,気づいたのは九州の石橋なんかもやはり忍法から来ていたと。 えっとね、私、詳しくないのでそ,そこに直接お答えはできないんですがやはり私たちの,その共同研究の中で薩摩塔ってご存知ですか、ね、九州の,で薩摩の国の薩摩塔は五重塔とででさその九州で薩摩塔と呼ばれているつまりあの石で積み上げた塔、まあ、なんですけど塔というもそんなに五重塔みたいに高いものじゃなくて、まあ、人の背の高さぐらいですかね。 でこれ薩摩薩摩って言われてるわけだけども別に薩摩ではなくってそもそもがやはり忍法の技術を使って作られた忍法の石で作られたものなんじゃないかっていうことを、えー、鹿児島大学の私たちの共同研究のメンバーの方々が明らかにします。だから橋そのものではないんですけど、そしたら石材を組み上げる技術っていうのはまあおそらくはそれは まあ中国からなのか韓国からなのか私は分かりませんけれどもそうしたある時期そういう形で伝わってきたものでしょうねはいえっとそれでは最後のお一人ラスト一人どうぞはいとそのえっと イ法にはその日本人町のようなものは存在しなかったんでしょうか。はい、鋭い質問です。よくわかりません。あのただなかったんじゃないかなというのは、そのやはりそのあるそういうしたなでしょうね。今で言えば外国人が集中してっていうのができるのは、えー、まあ、日本人ではね、先ほど博多のかなり古くから唐人街があるっていう話ありましたけれども、えー、そもそもそういう形で日本人が ずっとそこにいいるっってことでではどううもななかかたんんじゃないかと思うんですこれ民放側の文献にえ日本人があるいは我がとかいうようなのはないのでえあったのかもしれませんけれども分かりませんただ、うん、私はなかったんじゃないかな時々だから日本から、えー、来る人がただあのお坊さんたち留学してずっといるわけですからその集中してはいないけどお寺の中に行くとあの大きいお寺だと日本人が 今でももそうかもしれないですね海外の大学で日本人が10人も20人も留学しているとかそういう形の心に祝ったかもしれないね。はい、というかそもそもですねそのご質問に対してはぐらかすような言い方なんだけど中国人とか日本人っていうふうに分けられるのかっていう問題が実はあるんですよ。この海を通ってて貿易している商人たちが えー、日本では中国人と呼んでいる人が中国の方だと日本から来たんで日本商人と呼ばれている資料があるということなんで,でその人が住んでいるところは日本人いかというとだからそうじゃないわけですよね、もともともと,もとっていうか,んかこれもう分からないんだけど今、今どっちの人だって言われるやつは中国の人だっていうことになる人たちなので、はいえー、お答えにならないんですけど私のの知ってるのはその程度ですありがとうございました。 そうですね。あの実はよくよく考えてみると、私は日本人であるっていう証明は難しいんですね。私は一度あの中国の深圳のあのイミグレーションでお前のパスポートは偽物だっていうので、あのつか前かけられたことがあるんです。中国語を喋ったのが悪かったそうすると、私が外籍家人で言い方があるんですけれども。まあ 中華の私は何にも縁がないっていうのを説明すると私の父母は日本人でパスポートも日本で祖父母も多分パスポートは日本だろうなんていうことを言うとだん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 怪しくなってくるのでやっぱり世界っていうのはですね中華帝国のもともとの伝統的な世界観だと世界はすべて中華になるというふうな話も聞いたことがございます。今日は本当にあの なんていうのかしらスケールの大きな話をどうもありがとうございましたで今回をもちまして海から見た世で次回からはですね今度は日本とは違って陸から見た世界っていうので最初はチンパンジーが住む森の話っていうのでやや理系的な話が出てその次には今度は東南アジアで大メコン経済圏を突っ走るというお話が出ます。 かなり今回とは、あの今までとはあの雰囲気の違ったお話になると思いますのでぜひあの次回以降もご参加ください。であの改めまして小島先生今日は本当にお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。